4番ジェフリー・バトルさん、カナダ。 Number 4 representing Canada, Jeffrey Buttle。 カナダ、ジェフリー・バトルです。19歳、前回の世界ジュニア選手権7位です。映画ラストエンペラーのサウンドトラック。最初のコンビネーションジャンプ、トリプルフリップ、トリプルトーループ、トリプルトリプルで確実に飛んできました。そして練習で一番力を割いていたトリプルアクセル、決まりました。よく頑張ったと、こらえたと思います。ステップからのトリプルルッツ。一つ一つのエレメンツを丁寧に丁寧にこなしていきました、カナダの19歳、バトル。本当に練習の調子の悪さからは考えられないほどの、ね、いい出来だったと思います。そうですね。また途中でですね、はい、トリプルアクセルを飛んだ時に、とにかく着氷した時に片足とにかく頑張ったんですね。でこれが諦めて足をついてしまえば失敗になってしまうわけなんで、非常によくねその辺は頑張ったと思います。これは最初のフリップですね。フリップですね。そしてコンビネーション、ここからコンビネーションでトーループなんですけれども、これは綺麗に決まってます。はい。そして今話があったここですね。はい。でここでですね、非常に頑張るんですね。ここで手をついたりとかですね、フリーレッグをついてしまえばというところをですね、一生懸命頑張ったということですね。そうですね。はい。プログラムの中でやはりトリプルアクセルが、まあ、ギリギリ、今回はねギリギリでしたけど飛べますので、はい、実際にはトリプルアクセルからのコンビネーションも飛べるんだと思うんですけれども、まあ、それを確実性の高いそのフリップに持ってきている、まあ、やはりそこら辺が何を目指すのかという目的意識によってちゃんと決められている、まあ、非常にその辺のまあ、意思がですねはっきりしてますね。はい。リクワイヤードエレメンツ 5.3、 さあリクワイヤードエレメンツ 4.6 4.8 5.0 4.6 から 5.3 5.3 5.0 4.6 The box for Jeffrey Buttle
まあ、ジャッジによってアクセルをちょっと失敗というふうに軽い減点をしている人もいると思います。そういう得点のこのばらつきですか。そしてプレゼンテーション こちらは 5.5 も出ています。下が12点、ホンダについて2位に上がりました。 5.0 プレゼンテーション 5-5, 5-4, 5-3, 5-4, 5-5, 5-5, 5-0. 4人終わってホンダがトップ、そしてカナダのバトルが2位、中国のチョウミンが3位です。スケルセングループ2、プリーストーチョウォーマー。